玉木です。ということで、今日の動画はね、乃木坂46リズムフェスティバルやっていこうと思います。今日はですね、今イベント楽曲をやっていこうと思います。今やってるイベントがこちらですね。はい。で、まさかまさかの急展開ということで、アウトオブザブルーでございます。はい、4期生のね、楽曲で早川聖奈さんが、ね、センターを務める。映像はなんかノギフェスオリジナルのライブ映像らしいので、まあ、完全見たことないやつなんですけど、まあ、サクちゃんの髪が短いから前のあの全部夢のままとかが出た時のあのノギフェスオリジナルのライブ映像撮った時の映像ですね。あれなんか僕一回ミスってる、なんかコンボ吸えてんだけど、で4期生の話しましょうか。4期生楽曲ですけれど、4期生楽曲ってね、本当にすごいのよさ。まあ、アウトオブザブルー、僕青ブルーって呼んでますけれど、青ブルーもあーっとそうだし、まあ一番やっぱり有名なところで言うとアイシーがそうかなと思うんですけれど、あの、まあ、特にこのアウトオブザブルーとアイシーはね、外の歌番組でも4期生だけで出てってこう披露する機会なんかもあったりして、すごくこうやっぱり世間受けもいい曲かなと思うんですけれど、まあそれ以外にもね、4期生楽曲一番最初に出たのがキスの手裏剣、確かアルバムに収録された、ありがちな恋愛のアルバムに収録された曲だったかなと思うんですけれど、まあそれが一番最初で、その後がね、4番目の光、まあ3番目の風に次ぐね、4番目の光っていう、まあそれが以上4期生の代表する曲っていう感じなのかな、があってから、あの、まあ愛しだったりね、その後に続く曲がたくさん出てきましたけれども、本当にね、どれもこう4期生楽曲は外れがないっていうか、全部こうなんだろうな、しっかりとこうファンのね心を捉えていく楽曲ばかりでね、マジで4期生はいいなって思いますね。別にひがみとかそういうのじゃなくてさ、本当に4期生の曲っていいなってね思うんですよね。で、まあやっぱりさっきも言った通り、その中でもね、 IC と Out of the Blue っていうのはやっぱりどっちの曲もね、こうキャッチーなリズム感
シーのダンスは知ってるみたいな、まあ、そういうムーブメントをね起こすのにはとてもぶってつけなね2曲なのかなっていうところですよね。この猫パンチダンスですね、まあ、映像は見せれてないんだけど、ちょっとこれ今さ僕の腕の間にマイクがあってめちゃくちゃやりづらいんですけど、どうしても届かない箇所があるわ、諦めよう。そうで、まあ IC out of blue、 IC と out of the blue もそうですけれど、まあキスの手裏剣もねライブで言ったらシュッシュ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 ッシュッシュッヘイがねできたり、それもすごくね盛り上がる楽曲でもありますし、あとまあ4番目の光もねすごくこう4期生の新しいね、その、まあ、4番目の光という、ね、言葉を借りれば、その新しい光の、ね、意志を感じるような、とてもいい楽曲になってますし、I Shoot Out of the Blue は、その曲調だったり のリズム感の良さとか、そっちの、ね、人気に行きがちですけれど、歌詞も、ね、めちゃくちゃいいんですよ。歌詞も、ね、しっかりと聴き込んでいただきたい。この2曲は歌詞がね、とにかく僕は好きなので、ちょっと待って、これできないんだったらもう1枚でやっていこう。あまりと効果強いやつも、まあ、いたけどもいいや、ちょっとごめんなさい、こっちの話です。そうそう、があったり、あと、図書室の記名ね、確か IC よりも先に出たのは図書室の記名ですよね。架橋さんがセンターしてるあれとかもね、すごく MV がやっぱり可愛かったりとか、監督は、あれ待って、ちょっと待って、下手なこと言うのやめよう。あれ、図書室の君への監督って伊藤修斗じゃないっけ。あれ、ちょっと待って、下手なこと言うのやめよう。伊藤修斗じゃなかった気もするんで、あれ伊藤修斗だった気がするんだけどな。この間も話してましたけど、そう、まあ、MV がね、とっても良かったり、あの歌もね、すごいこんなに可愛いんだよね、楽曲として。まあ、セリフパートが入ってたりして結構特徴的な楽曲になってるっていうこともあって、すごい可愛いのでね、あれも良きだし、猫舌カモミールティーもね、あれは MV こそないんですけれど、田村さんのねセンターで振り付けがねすごい可愛くって、ライブで見るとやっぱすごい仕方ないっていう、そういう印象があります。で、まあそんな中でのねジャンピングジョーカーフラッシュがまた出てきましたけれど、あれはもうね、僕は結構 IC とかアウトオブザブルーよりもね好きかもしれない曲かもしれないですね。好きかもしれない曲かもしれない、うん、いいんだ、ジャンピングジョーカーフラッシュはすごく元気が出るね。で、もうApple Music の配信された日からね、目覚ましの曲に設定しましたけれども、まあそんな感じで僕はね、4期生楽曲、まあ楽曲もそうですし、まあ、ダンスだったり、あと歌詞も好きだし、MV もね、好きって感じで、本当に4期生楽曲はいいところ尽くしかなと思いますので、たくさん聴いて。ちなみにアウトオブザブルーのね、ミュージックビデオで僕が一番ね好きなポイントは、確かに2番サビ前だったかな、あやめちゃん、まあアウトオブザブルーの MV ね、あやめちゃんだけ見てればいいと思うんですけれどそんなことないか、そんなことないですけれど、あやめちゃんの2番サビ前ってね、めちゃくちゃ怯えてる
ます。ありがとうございました。おやすみなさい。